はい、おはようございます。先週から続いてこの町のね位置づけとか情勢が変わってきている中でリアルの皆さんにお届けしたいと思っておるのでございます。三角公園の歌姫といえば元々満州恵子だったのが最近もう滝ちゃんに変わってきたんですよね。で、なんだったらもう歌う順番っていうのはメインが滝ちゃんになって前座が満州恵子になったということでございます。なんかもう本当になんていうかな弱肉強食の世界で厳しい世界なんですけども、歌の世界でもそうですよ。ボクシングの強いやつは生き残るんですよ。で、その中で、ね、皆さんにリアルをお届けしたいなと思います。盛り上がってますよ、いつも通り。おわー、いいですね。これ雨の中ねこんなに盛り上がってるんですよ。僕の中で前座じゃなかったんです。何言うとるやろ。あ、今日はななんかこの可愛らしい若いな子のために前座したろ思ってきたらねえ、しおらしく今日はな、うん、坂田恵子さん満州さんと前座やらせてください、私が前座やりますとな、はい、言うもんやからお前がやらしとるやんけ。前座に守ってくるんちゃうんけ、お前、はい、歌え歌えやよ、盛り上がったんな。全然なんか盛り上がっとるわ。何やんだお前ら、こんな何やタキちゃん、タキちゃんってお前ら何やねんこら。アホか、ケイちゃん、ケイちゃんやろ、間違っとんねんお前ら、ちょっと間違っとるからもうやれよ、いつやってくださいよ。おなあ、ほらほら、ゾクゾクと来るぞお前、ほら見てみや、ほら、あ、音楽何やお前ら、何棒立ちやねん、お前らの進行棒立ちやろ、今ね、滝ちゃん、前座でいいわと、私なそのおつぼねみたいな感じでなっとるやんけ、ちゃうから。あ、歌ってくださいよ。お前と会った西成の煮込みしかないクジラやで、夢を明かりの消えた劇だよお前、西成の劇だよこら、お前誰だこら、煮込みしかない、この何やよお前、やる気あんのかこいつら、ほんま歌う気ないわお前、盛り上げろこらお前、何やお前ほんま、そこそのなんかシュレートした底辺ボクサーみたいな顔しやがって、お前もやお前、何やお前ほんま、何やお前その格好、盛り上げろこら、あんな団結力がないね、夢をパパパ西成の、団結し始めましたよ、わかるかお前、団結し始め、団結せえこら、夢を叶えた西成の
あれ